さあやろうか。当然の勝利だ。さあやろうか。いい勝利だ。さあやろうか。はい、ドナムの導きのままに。よし、ドナムの導きのままに。ドナムの導きのままに。次行くぞ。ああ、当然だ。まだ俺は強くなる。戦闘能力の向上だ。さあ、やろうか。お、ドナムの導きのままに。もらったぞ。いい勝利だ。よそ見するなよ。もらったぞ。ドナムの導きのままに。いい勝利だ。
さあやろうか。分かっている。おう。分かっている。次行くぞ。ああ、当然だ。まだ俺は強くなる。戦闘能力の向上だ。始めるぞ。よっ。当然の勝利だ。さあ、やろうか。いい勝利だ。さあ、やろうか。もらったぞ。いい勝利だ。さあ、やろうか。よし。当然の勝利だ。
さあやろうか。当然の勝利だ。ああ、当然だ。まだ俺は強くなる。戦闘能力の向上だ。あれから半時と経っていないぞ。ちょっと貸してみろ。黒塗りのページが魔女文字で書き込まれている。なるほどな。ヨーロ歴帝が探索を行うと、その情報が黒塗りのページに書き込まれていく。この本、こういうからくりだったか。それに探索はきちんと行われていたようだな。だが、地下は自然の法則。時間の流れが、こちらと違うとでも言うのか。わからんが、いずれにせよ、地下迷宮の伝説は間違っていなかったようだな。それに、ヨーロ歴帝。どうやらこいつは、本物だ。歴帝ちゃん、よかったですね。本物だったみたいですよ。それにしても、これがルフランの地下迷宮に秘められし品々か。どれもこの世界ではありえないものばかりだな。
ことがわかるんですか？ルカにはどれも一緒に見えます。見えますよ。簡単なことだ。こんなにマナにあふれた工芸品などこの世界ではありえない。ほー、そうだ歴帝、お前にも物品が持つ魔力、その一端であるレアリティが見えるように細工してやろう。あと、レアリティが一定以上の品は貴重品として認識できるようにしておいた。見つけたらすべて私に献上するんだ。まあ、お前の記録を閲覧したときにそれらの品があればこちらで勝手にもらうわな。せっかく意識があるんだ、キリキリ働いてもらうぞ、レキテイ。トロニア様もレキテイちゃんって呼ぶんですね。ルカですよ、それルカが名付けたんですよ。うるさいぞ。他にも地下の探索で困ったことがあったら何でも報告しろ。必要に応じてまた細工してやる。ドロニア様、誰か来たみたいです。来たみたいですよ。開けてやれ。はい。どちら様でしょうか？突然の訪問失礼します。こちらに大魔女バーバヤーガ様がいらしていると思うのですが。いや大魔女バーバヤーガは私です。あなたは？私はこの町の領主に仕えておりますクラウス・カーターと申します。主人の申し付けでバーバヤーガ様をお迎えに上がりました。領主、手紙の男か。面倒なことだ。とはいえすっぽかすわけにもいかないか。これはご挨拶が遅れまして申し訳ございません。どちらにお住まいか存じ上げなかったもので、よければ案内していただけませんでしょうか？もちろんそのつもりです。それではご一緒にいらしてください。いかがなさいました？依頼主はこの町の領主とお聞きしていましたが、領主様が商いをなさっているのですか？はい、何せ辺境の町ですからね。財政も厳しく、領主といえどもさほど裕福というわけでは。おっと、お客人にする話ではありませんでしたね。町で一軒の大商店です。よろしければ滞在期間中はご利用くださいませ。大きなお店です。大商店ですね。いろいろなものが売っていますよ、トロニア様。さあ、主人の邸宅はこの先になっております。こちらへ。それではこちらで少々お待ちを。ただいま領主代行を呼んでまいります。領主代行？はい、そのようにお伝えしておりませんでしたか？私が知る限りこの町に領主はおりません。主人である領主代行が町を治めております。おや、クラウス、戻っておったのか。ババヤガ様は？おお、もしやあなたが？はい、ペトローヌ様、ただいま大魔女バーバヤーガ様をお連れしました。これはまた何というか、これほどまでにお美しい方とは。こたびはご依頼ありがとうございます。私がバーバヤーガ、こちらが弟子のルカ。どうぞお見知りおきを。あ、はい、ご紹介に預かりました。ルカです。バーバヤーガ様の弟子のルカです。依頼内容はお手紙にて拝見させていただきました。前人未到の地下迷宮の謎を解き明かし、さらには未知なる魔法の品を持ち帰るでございますね。さよう。魔女様にそれが可能ですかな？もちろん。
そのために山脈を越え、遥か東より万難を排してやってまいりました。それは頼もしい。ただそれにしても、かの名高き大魔女がこんなにお若くお美しい方とは。大魔女と聞いておりましたので、もっとよぼよぼかと。失礼ですが、あなた本当にバーバヤーガ様でいらっしゃる？ペトローネ様、お客人に失礼でございます。そもそも強い魔力を持つ魔女ほど見た目の年齢は低くなると言われておりますゆえ私がバーバヤーガ本人でございますが、ご懸念もごもっとも。その疑念は探索の成果にて証明させていただければと。ただ普段はドロニアという偽名を使っております。魔女と知られると何かと恐れられますので、領主代行殿もどうか私が魔女であることはご内密にお願いします。確かに魔女に対する差別には根強いものがありますが、その方がよろしいでしょう。ちなみに体の井戸の方はもうご覧に？ええ、手始めに少しだけ手のものを使わせ様子を伺ってまいりました。そうでしたか。ですが、その今回のように勝手に動かれては少々困りますな。公式に挑んだものだけですでに568人の命がかの地下迷宮で失われています。未認可で挑んだものを含めればその10倍は下らないでしょう。そして戻った者は10人にも満たない。それもすぐに逃げ帰った者ばかり。そんな臆病者たちが話すことといえば、やれ玉ねぎが死肉を漁っていただの、巨大な女が裸で沼に浸かっていただのと、どれも眉につばせねば聞くに堪えない。彼らの正気を疑っとります。しかしそんな中、ただ一人迷宮の奥底まで踏破し、その秘密を解き明かした男が疲れたように書き上げたと言われるのが、ヨーロレキテですね。やはりご存知でしたか。もしかしてヨーロレキテをお持ちでらっしゃる？いえ、残念ながら。ですが、領主代行殿がお探しのものはきっと迷宮にありましょう。このバーバヤーガに万事お任せください。そうそう、今回も早速興味深いものを見つけてまいりました。今回のお題は結構ですので、どうぞお納めください。まあ金銭的な価値はないかもしれませんが。おお、早くも探索の成果が。やはり大魔女様を頼ったのは正解だったようですな。いや、何かカサカサと音が。あ、取り扱いには十分ご注意を。未知のものゆえ、あまり乱暴に扱われない方がよろしいでしょう。そういたしましょう。クラウス、厳重に保管しておいてくれ。かしこまりました。ところで表の商店、あちらも領主殿のご経営だそうで。ああ、むしろあれが私の本業なのです。私はもともと商人だったのですが、以前の領主が失踪したため、それを引き継ぎ領主代行となったというわけです。代行ね。そうでしたか。それでは貨幣の両替をお願いできるでしょうか。十分な支度もなくこちらに来たもので。
もちろんおいくらでも両替いたしますよ。何しろシエル銀貨の保有額はこの町では当店が一番でしょうからな。シエル銀貨？初めて耳にしますが。なんと。ああ、いや、それはそうかもしれませんな。何分ここは辺境の町ですから。ではひとまずハルツ王国金貨300枚を両替していただけますか。ハルツ王国金貨？こちらこそ聞いたことがございませんが。どれ、質は良いようですが。そうですね、シエル銀貨1000枚といったところでしょうか。ご冗談がお上手で、由緒正しきハルツ王国公認の貨幣ですよ。少なくとも銀貨6000枚は下りません。そうおっしゃられましても、ここは辺境の町、中央の常識を持ち出されましてもどうにもなりませんな。ちっ、このゴーツ配り目。わかりました。では代わりといってはなんですが、この町に劇場を開く許可をいただけますか。井戸横の馬車小屋にて開設します。バーバヤーガ、あ、いえ、ドロニア様はもうすでに設置されているようです。なんと、それはなりませんぞ。そもそもあの井戸には人が近づくことすら禁じておるのです。こればかりは即刻撤去していただく。お話し中失礼。クラウスさん、お水を一杯いただけないでしょうか。長旅で少々喉を痛めておりまして。かしこまりました。すぐにお持ちしますのでお待ちくださいませ。失礼しました。では改めて。ペトローネ領主代行殿、この町に劇場を開く許可をいただけますか。井戸横の馬車小屋にて開設します。なるほど、確かに魔女として暮らすのは都合が悪い。旅の一座ということにするのがよろしいでしょうな。いいでしょう。井戸付近での開設含めて私の権限で認めましょう。それからこの町に滞在中は税を免除していただきたい。何、そこのマロニエが花咲く頃にはご依頼を達成して町を離れられるでしょう。また迷宮内で獲得した品もその価値にかかわらず商店の方で引き取っていただけます。馬車馬も滞在中は引き取っていただきたい。先ほどの金貨の両替と合わせて、そうですね、シエル銀貨1万枚でどうでしょうか。いや、なんと言いますか、探索には協力を惜しまないつもりとはいえ、それは。いいでしょう。では地下で手に入れた品は全て当商店